ノッティ、よろしくどうぞ。よろしく、ノッティ。私はあなたよ。ねえ、そんなに慌ててどうしたの？ロッティが見つからないの。友達なの。心配いらないわ。ちょうどロッティからの手紙を預かってきたとこよ。ナタリアへ。突然だけど、僕は旅に出ることになったんだ。でも本当は離れたくない。寂しいよ。僕を連れ戻して。ロッティを探して連れ戻さなきゃ。そうね、私も手伝うわ。一緒に行きましょう。ロッティはきっとどこかで待ってるわ。怪物だ。どうしよう。もし見つかったらおしまいよ。わかった。見つからないように頑張る。この先にもいるわよ。本当？どこに？どうしてわかるの？私にはわかるの。見てきてあげようか。そんな、危ないよ。平気。あいつら私には手を出せないわ。
たは私なの？そうよ。どういうこと？わかんない。いいのよ、あなたはロッティのことを考えて。たった一人の友達なんでしょう。離れないで。目の届くところにいなさい。わかった。この島で何があったか覚えてる？危ないことがあったことしか思い出せない。
き置きよ。あそこまで行きましょう。ロッティ、どこにいるの？ナタリアへ。僕は今、村に通じる地下の道を歩いてる。この島は素敵なところだね。とっても心が落ち着いて幸せな気分だよ。そうよ、ここはとっても心が落ち着く。私の大好きな場所なの。私は嫌い、危ないものばかりだもん。全然落ち着かないよ。前にここで誰かと会ったような気がするの。無理に思い出さなくていいわよ。先に進みましょう。いいものを見つけたわね。何に使うの？それを投げると煙が出るの。怪物から隠れられるわ。来たことがある。そう、早くロッティに会えるといいわね。ロッティを見つけなきゃ。私の大事なお友達。あら、そう。じゃあ頑張って進まないとね。大事なロッティのいる場所まで。
どうして旅に出たのかしら。もしかしたらあなたのことが嫌いになっちゃったのかもしれないわ。そんなことあるわけないよ。ロッティは私の友達だもん。どうしてそんな意地悪を言うの。大丈夫、きっとロッティが待ってるわ。ねえナタリア、どうしてそんなにロッティに会いたいの。だって大事なものだから。ニールおじさんからもらったの。だけどただの人形なんでしょ。それがそんなに大事なの。ただの人形じゃない、友達だよ。ずっと一緒にいたの。ずっと心の中にいてくれた。見つけた、ロッティからのお手紙。ナタリア、僕は海の見える場所に来たよ。でもここに来るまで人がたくさん死んでた。怖いよ。一体何があったんだろう。ナタリア、君なら知ってるんじゃないかな。島の人たちの死体ね。みんな実験に使われたのよ。実験、なんとなく覚えてる。疲れたでしょ。もう諦めたら。ううん、まだ頑張る。危ないわ。え、何？何かいるの？ああ、そうか。あなたには見えないのね。私の目にははっきりと見えるの。
無理しすぎじゃない？倒れるわよ。大丈夫、ロッティに会うまでは頑張れる。この先も怪物がいっぱいよ。草の中に隠れたら？やってみる。もうロッティのことは忘れたら？私が友達になってあげる。そんなの嫌。ロッティを探すの。もうロッティのことは忘れたら？私が友達になってあげる。そんなの嫌。ロッティを探すの。疲れたでしょ？休んでもいいのよ。まだ頑張れるよ。
が暗くなるわ。かわいそうだけど、ロッティのことは諦めたら？いや、パパとママみたいに会えなくなるのは嫌なの。テラグリジアパニックでみんながいなくなった時みたいに？うん、一人ぼっちは嫌なの。心が空っぽになる。空っぽでいいじゃない。あなたは器なのよ。私を受け入れればいい。いや、あなたは違う。ロッティじゃなきゃダメなの。ここまで意志が強いとは思わなかった。もう少し、もう少し。ロッティ。ナタリア、僕の旅はもうおしまいだ。この先の海岸で君のことを待ってるよ。ロッティ、今行くよ。予想外だったよ、ムカつくガキめ。この僕が抑え込まれるなんてね。器が満たされるのはしばらく先のようね。まだ時間はある。覚悟しておきなさい。今行くぞ、モイラ。頼む、無事でいてくれ。